日本鹿児島県薩摩仙台市、港町港町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市港町。郵便番号は 899-1924? 人口は427人、世帯数は199世帯。薩摩仙台市の西部、川内川、川口駅に位置する。阿座駅の北方には、阿満町、南方には、ぐみ町、東方には、湯島町。 水引町がそれぞれ接しており、西方には東、品川が広がっている。阿佐駅の南部を東西に、鹿児島県道44号京白大小路線が通っており、川内発電所付近で終点となる。中央部には南北に、鹿児島県道338号京白、草道線が通っている。西部には、九州電力川内発電所が所在している。 港町という町名は、地域内に川内港が所在していることに由来する。1951年4月1日には、水引村が川内市に編入された。同月の11日に、鹿児島県広報に掲載された、川内市の区域内の一部の大あざ名及び、区域変更により4月1日付で、元薩摩郡、 水引村大技もつの区域中時外月屋、薄港、河月や、長編、大瀬戸、岩下、立島、内山、松原、船、真島、坂下、田中、下材店、片平、有島、井戸いじり、川田、星原、内、星原、河の口、城西、原、島田、霧通し、上岩下、皿山、片前、片、飛びす、新し包みない、 下半崎、中半崎、登場、登山のうち6、110番、6、111番、6、123番、6、114番、6、115番、6、116番、6、117番、6、118番、6、119番、6、120番、6、121番のい、6、121番のろ、6、122番、 京白、上半崎、川尻、外、星原の区域をもって、新たに、川内市の町、港町が設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が、新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとする、と協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる、川内港高速線旅客ターミナル。ありがとうございます。